宇都市は熊本県の中央部に位置する市で小西雪長の城下町である。中世から交通の用地であり、豪族たちがその支配をめぐって争いを続けてきた。近代以降も熊本県における一つの商工業の拠点であり続けた。合併当時の大技は以下の通りであった。1966年に全域で町名設置が行われた。今日の宇都市を含む宇都郡は、 古代から見られる地名であり、その由来は、宇都半島が、元は、島で、浮き戸と表したのが転じたという説と、細く長い谷の意味を持つとの説がある。日本の渚百戦の一つみこし海岸は、四世紀に九州遠征の際に立ち寄った、敬光天皇が、景色の美しさに見とれて、み越しを止めて、休んだという伝説が、名前の由来である。また、阿弥陀には、 慶光天皇がその手を洗ったという見たらしがあり、現在も澄んだ水が湧き出ている。中西部ー城は1048年に築城されたと考えられている。中世初期に騎士の一族が宇都氏を名乗る武士団を形成した。やがて鎌倉時代末期に菊池氏の一族がやはり宇都氏を名乗り、宇都城の城主となった。1501年に宇都田ためみつが菊池の運を破るが、 後に攻め滅ぼされる。一方、ためみつ側にあって、八代を追われた、縄秋田田が空白となっていた、宇都領に侵入して、宇ド氏に代わって、宇都城の城主となった。名物、小袖餅の名前の由来となった昔話に、縄法記左衛門の城という領主が登場する。豊臣秀吉の時代に、縄氏に代わって、笹成政がファイルが改役され、続いて、 小西幸長が二十四万国の大名として入り、近世宇都城を築城した。しかし、幸長は、関ヶ原の戦いで西軍に属したため残首の刑となり、その領地は、加藤清正に与えられた。幸長は、キリシタン大名としても有名で、一家全員が洗礼を受けている。清正は、宇都城を大改修し完成させたが、一国一条令に基づき破城とした。なお、 熊本城内に現存する宇都矢倉は、熊本城追記当時からのものとされているが、近年まで宇都城の移築説も存在していた。加藤家が開域となった後、細川家が広国に入り1646年、細川高校を藩主とする宇都市藩が置かれた。行校は、城下町の水質を改善するため、轟城水道を作った。水道に使われた技術は、神田水。 小田原水道に次ぐものとして、日本水道市場、特筆された。近代に入ってからも、九州商業銀行や、火力発電所、マッチ工場などが建設され、商工業の中心であり続けた。定数、18人期、平成30年10月21日令和4年10月20日、熊本県保健環境科学研究所2016年4月に、発生した熊本地震の影響により、 宇都し市,市役所庁舎が損傷を受け倒壊する恐れが出た。これに伴い、市役所付近が立ち入り禁止区域となり、通常業務が停止した。市役所の建て替えを問うアンケートを発送した、翌日の被災となった、大規模ショッピングセンター、宇都しって、宇都しに本社を置く、主要企業、編集市内に、工場のある、主要企業、編集宇都駅市の中心となる駅、 宇都駅九州旅客鉄道道の駅宇都マリーナ国道3号線と57号線は、熊本市の近県交差点から、宇都市の松原交差点までは重複している。県道道の駅太寺の小学校は、標準服が存在している。轟き水源長辺高い床すくに神社奉納、大相撲土表入りする、頂戴関、ありがとうございます。